構造新バイブル。この番組は D フラクションのサンメディカ、乳酸菌を科学する株式会社 B&S コーポレーションの提供でお送りします。B&S コーポレーションは乳酸菌の研究を始めて約100年。今私たちは乳酸菌生成エキスをお届けしています。無料サンプルを差し上げます。お申し込みはお電話またはインターネットで。株式会社ヘルシーパス。この会社の品質へのこだわり、そして健康への思いは全国のドクターから絶大な支持を得ています。しかし田村社長は、本当はサプリを必要としない世の中であるべきだと言います。国が設けている制度や基準は、全ての国民が健康になることを目指して機能しているはずです。果たして実際はどうなのでしょうか。僕いつも思うのは、厚労省の栄養基準自体が関心はパーフェクトではないと思うんですね。栄養素には国が定めた推奨量があります。推奨量とは、 97% から 98% の人が必要量を満たすと推定される摂取量のこと。しかし残り 2% から 3% の人には不足が生じてしまう可能性があることが前提となっているのです。果たしてこの基準は十分なものだと言えるのでしょうか。我々強いストレス下に生きてるわけですよ、はい、例えばストレスを感じれば感じるほど活性酸素も増えるし、いろんなミネラルも必要になるけれども、そういう配慮がね、乏しいですよ、現代人は特に忙しくね、外食多く生きている人ほど多め多めにね、取っていかないと、ビタミンミネラルに関しては危険じゃないかなと思うんですよね、特に栄養関係の方々おっしゃいますよ、あんなサプリなんか取る必要がないと、しっかり栄養取ってればね十分なはずだと言うけども、でもその、所有量っていうかな、数字自体僕すごい疑問でね、あれは死なない最低量ではないかと。我々がアクティブにね、力いっぱい生きていくためには、やや多めにビタミン、ミネラルを取った方がいい可能性十分あるだろうと思うんですよね。例えばビタミン C の推奨量は12歳以上で1日 100mg となっています。しかしこれは壊血病にかからないための最低量で、強いストレスなどにさらされるとすぐに不足してしまいます。健康を維持するためには、ビタミン C はミリグラムではなくグラム単位で摂取する必要があると多くの専門家は考えているのです。実際にビタミン C を1日3グラム飲んだがんの患者さんは大幅な延命をしたというデータなどがあり、その重要性が注目されています。このような例からも、サプリメントで栄養を補うことは現代を生きる私たちにとって大切なことだと言えるでしょう。やや多めにね、トータルで食事とそれからサプリメントで、所要量のもしかしたら 1.3 倍 1.5 倍ぐらい、私もそう思います、マルチビタミン系飲むと、おしっこって黄色くなるんですよね、あれ主にはビタミン B2 の色なんですけど、同じ量のビタミンを私飲んでても、もう日によって全然おしっこの色が変わります。おっしゃる通り、僕もそうだ。黄色さ違う。そうなんです。だからもう本当に駆け回った人が、徹夜しちゃったような人かは、サプリメント飲んでてもおしっこあんまり黄色くならないんですよ。それは多分体の中でそれだけ要求量が上がってる、必要としてるんですよね。消費者の中ではこうサプリメント初心者って方もいっぱいいると思うんですけど、まずやはりこうビタミンミネラルから取り始めたりした方がいいんですかね、基本的なビタミンミネラルを足りないものがないようにするのが第一ステップですね、ですが私たちが本当の健康を手に入れるためには、サプリメントさえ飲んでいればよいのでしょうか。医学は進歩し、健康増進のための手段も数多くあるにもかかわらず、日本の医療費は毎年1兆円以上増加し続け、今や国の財政を大きく圧迫しているのが現状です。なぜこのような現状になっているのか、その原因は何なのでしょう。根本的な理由は、
一人一人がやっぱり自分の健康に責任を負ってないからだと思います。車によく私例えるんですけど、整備不良で走ってるので、それは故障するよということですよね。自分にもつながるし。そうですね、だからやっぱり一人一人が自分の体をやっぱ大事なものだとしてきちんと扱うことが、そうしてないのが医療費がかさんでる理由だと私は思います。私日本の保険制度って、医療保険健康保険ですね、の制度って素晴らしいと思ってるんですけど、ちょっとチューニングする必要があると思います。だから自分が自分の体を大事に扱った人はその負担が軽くなるように、っていうふうにしてあげると、そうですね、すると良くなると思うんですけどね。健康保険もね、マイレージ制度にしろと、いいアイデアだと思います。前の年ゼロだったら今年はもちろん半額だし、あるいは、病院通わない期間が長きゃ長いほどね、ものすごいご褒美がいただけると、医療費ただとかね、例えば、自動車保険だって無事故でやってる人はどんどん掛け金安くなりますから、同じようにしてやろうと思ったら簡単にできますよね。気をつけますよね。気をつけますよね。やはり ね、日本の医療はあんまり病院行かなくていい人がかかりすぎますよね。あるデータだと日本人の1年間の病院受診回数がね13回と、で欧米はもちろん一桁でね、もう非常にもう5回以下の国が先進国として圧倒的に多いんですよ。だから 2,3 倍かかってるってことは、ね、余分な受診も当然含まれてる可能性が高いということですから、そうするとね、ゼロだとご褒美もらえればね、励むんじゃないですか、と思います。健康な生活を実現するためには病気にかからないようにすることが大切です。そこで活躍するのが病気にならないための医療、予防医療です。ぜひやるべきだと思います。で、多分一番大事な予防医療はどういうことをすると体は喜ぶんだよっていう正しい知識をやっぱりドクターからいろんな多くの方に伝えていただくことだと思います。水上先生なんかは割とそういうアドバイスをされたりするんじゃないですか。してるんですけれどもね、大体当たり前のことじゃないですか。そうなんです。だからね、説得力がないというかね、普通今の医療制度だとそういうアドバイスしてもね、一線の得にもならんわけだから、いろんな壁がありますよね、現実にはね。残念ですけどね。田村社長ご自身がこう健康でいるために気をつけてることとかっていうのは何かあるんですか。やっぱり食事食べ過ぎないこと、あとサプリメントはちゃんと飲んでます。あと運動することですよね。でストレスはありがたいことにほとんど感じてないので、すごい、大物ですね。先生も結構運動とかでこうストレス発散されたり、もうやむなく運動したりして必死で生きてます。日本ではサプリメントは食品という位置づけになっています。ですから薬事法により効果効能を謳うことはできません。しかしそれは消費者がサプリメントを選ぶ上で大きな障害になっているのです。一般の方がサプリメントを選ぶときに何の役に立つかっていうのはパッケージに書けないので、そうです、今の制度上、すごく不便だと思うんですよね。あと、いつ飲めばいいかとか、どんなタイミングで飲めばいいかっていうのも書いちゃダメなんですよ。なのでそのあたりのやっぱり表示はできるようにしてあげた方がいいと思います。去年の6月に安倍首相がもう食品の機能性表示は解禁しますって言って公言をされてるので、そっちの方に進んでるんですよね。日本政府が2013年6月28日に閣議決定した消費者基本計画の中で健康食品の機能性表示を検討推進することが決定しました。これによってサプリメントの機能性表示が一部解禁されることとなります。ですがまだまだ多くの問題が残されているのが現状です。一体誰がじゃあその基準を作るの、それからちゃんと作られているかどうかっていう保証は誰がするの、っていうあたりでご多分に漏れつつな日が行われているので、一体どう収まるかはちょっとわからない、僕としてはそのちゃんとした会社が作るんだったら機能表示はぜひやるべきだと思います。ただね、不真面目な方がいっぱい業界にいらっしゃるので、普通に解禁しちゃうともういろんな健康被害が起こるでしょうね。
どうやってそのルールを運用するかっていうのがすごく現実問題は難しいと思いますね。サプリメントもね、もうちょっと正確に言うとハーブ系薬草系と栄養補助剤系とありますよ ね、 そうですね。栄養補助剤系はもちろん機能あんまりうたわなくていいかもしれませんけれども、ハーブ系に関しては確かにそう、ね、やはり最小限の機能をうたってもいいんじゃないかなと個人的には思ってます。アメリカなんかはその辺うまく、要するに食品と薬物の中間的な位置をきっとサプリメントが占めてますからね、はい、ただいろんな弊害も起こりうるんで、ここはぜひきちっとね、健康被害が出ないようにある程度規制していただかなくちゃいけないという現状はあると思いますね。ただうまく使えばね、医療費抑制、そしてみんなが健康でより幸せになれるという、そういう世界がね実現しやすいんじゃないかと思ってます。ですから私はいいサプリに関しては非常にポジティブに考えております。そうですね、変なサプリメントがたくさん横行している理由って、やっぱり一般の消費者の方の方にも原因はあると思うんですね。自分のその生活スタイルの乱れを棚に上げといて、でその悩みを一気に解決してくれる魔法の薬を皆さん求めちゃってるの で、 やっぱり甘い言葉につられて変なもの買っちゃいますよね。そのあたりやっぱり先ほど先生もおっしゃいましたけど、健康で暮らすためにやることは当たり前のことなので、当たり前のことが大事なんだということを皆さんが認識されると、魔法の薬を探すということは、しないで済むと思います、はいはい。では本当の健康とはどのようなものと田村社長は考えているのでしょう。自分の体でやりたいことは全部できる、そういう状況が健康だと思います、はい。逆に言うと何かその病気があったとしても、例えばがんが終わりになったとしても、はい、自分は登山が好きでもうそれはやれるんだよとか、友人と楽しく過ごせるよとか、はい、それはそれで僕はありだと思います。うちの会社 の、 その経営方針 の、 中に死ぬ時に「ああ面白かった」って言って「死のうね」っていうのがあるんですね、はい、それが実現できるのが健康だと思います、はい、素敵ですね、はい、やっぱり根本的に生活スタイルが原因で具合が悪くなっている方がたくさんいらっしゃるの で、 で先生方がそこにフォーカスをしてちゃんと患者さんを根治してあげる、そういう先生が増えていただいたらいいなと。でその場面ではサプリメントですごく強力なツールになるので、そういう先生方をどんどんお手伝いしていきたいなと思います。はい、はい、水上先生出番ですね。出番です、そうですね、はい、ぜひこういう田村社長たちとタイアップしてさらにいい医療を、ね、作っていきたいと思いますね、はい、はい、田村社長、水上先生、本日はありがとうございました。ありがとうございました。した先進医療・補完医療についてのご相談・お問い合わせはがん先進補完医療研究会事務局まで。 B&S コーポレーションは乳酸菌の研究を始めて約100年、今私たちは乳酸菌生成エキスをお届けしています。無料サンプルを差し上げます。お申し込みはお電話またはインターネットで。人は誰でも健康であり続けたいもの。ここニューヨークで発信し30カ国以上で愛用されている D フラクション、確かなものをあなたに伝えたい。詳しくは株式会社サンメディカまで。次回のゲストは健康増進クリニック副院長加藤直也先生。東洋医学そして食を中心にお話を伺っていきます。お楽しみに。本物のサプリメントを見分けるための貴重な情報が満載、田村忠社長の著書サプリメントの正体、東洋経済新報社より全国書店で絶賛発売中です。絆で例えざそうでも
健康増進バイブル。この番組は D フラクションのサンメディカ、乳酸菌を科学する B&S コーポレーションの提供でお送りしました。